ルド笛が鳴り響いた。君たちのチャンスボ、攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤いゴールエリアに、青いカードは青い攻撃エリアに配置すると有利だ。ゴールエリアにカードがないときの作戦決定。これは大きくサイドチェンジする作戦か。君のアビリティ発動、君のアビリティ発動、相手のアビリティ発動。大チャンス到来か。君のチームが圧倒しているぞ。開始早々攻め上がるのは君のチーム。先制点を奪いに行く。行くぞ。ディフェンダーをかわしてパスにつなげられるか。オフェンスチャンスだ。ドリブルで突破しよう。素早い連携でディフェンスを頼むぞ。ここで逆サイドにパスを回す。受け取ったぞ。パスがつながる。今だ、行くぞ。ディフェンダーきっちりマークしているぞ。オフェンスチャンスだ。ドリブルで突破しよう。ここで疾風ダッシュだ。受け取れ。絶妙なパスで相手を翻弄していく。食らいやがれ。シュート。ここで王家のためだ。止めてみせる。イレブンパワーチャージ。ボタンエンドでシュートを決めろ。すごいシュートだ。これが絶望的なまでの力の差っていうやつだ。素晴らしい試合運びでリードで前半終了。相手チームの君のアビリティ発動。防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。作戦決定。相手の動きを読み切っていた。相手のアビリティ発動。君のアビリティ発動。君のアビリティ発動。キャプテンボーナス。鉄壁の守りで相手チームにプレッシャーをかけているぞ。後半は相手チームに主導権を握られた。守ってみせる。ディフェンスの隙をついていい位置まで上がったぞ。さあ激突だ。プッシュを。ここでゾーンオブペンタグラムだ。奪い切れない。ここは通さないぞ。ここで何とか止めないところ。真っ向勝負だ。少しよ。ここでボルテイのカットだ。奪い切れない。ここで止める。ディフェンスの隙をついていい位置まで上がったぞ。さあ激突だ。少しよ。おっとボールがこぼれた。そのまま狙ってくるか。やらせるか。
かってこい。チャージ。ボタンゲットでシュートを防げ。決まった。ナイスセーブ。ボールを許さない。ここでカウンター。君のチームの逆襲だ。イレブンパワー。君のチームのカウンター、速攻で攻め上がる。かかった。シュート体勢に入る。タイヤートルネード。ここで王手の盾だ。俺一人の力じゃない、チーム全員が連携した力だ。終わりを告げる笛の音が鳴ってしまった。すごいぞ、君のチームの圧勝だ。この程度の爆笑よ。今回の結果だ。